グレーカップはカナディアンフットボールリーグにおいて決勝トーナメントの優勝チームに与えられる賞のことである。また決勝戦のことを指すこともある。カナディアンフットボールの最高の大会である。1909年、当時のカナダの総督であった第4代、グレー伯爵アルバートグレーからカップが寄贈されたことに由来している。1954年に大学選手権が独立してからは、 カナディアンフットボールリーグの優勝チームに与えられるようになった。A 第一次世界大戦のため中止。B カナダラグビー連盟とルール論争が起こり中止。C オタワがホームアウェイ方式での合計獲得点数20、第7で勝利。d 延挑戦にて勝敗決定イ、e、ノロームのため、残り時間9時29分を残して試合中断。残りは翌日に再開。 F 最延長戦にて勝敗決定 G 当初はオタワで開催予定だったがフランク・クレア・スタジアムの改修の遅れや訴訟などにより開催を辞退した。カナダでは CBC が1952年に初めて放送し以後2007年まで放送した。2008年からは TSN がカナダでの英語放送としては独占放送をしている。フランス語放送としては RDS が放送を担当している。CTV も1962年から1986年まで同時放送した。1987年から1990年は CBC とは別に CFL が独自のチャンネル CFN を通じて中継を行った。グレーカップでは第2クォーター終了後にカナダ人のミュージシャン等の演奏を含むハーフタイムショーが実施される。 主な出演者は、下記の通り。CFL アンウンセス、バンクーバーウィルホスト2011グレーカップ、ザ・スポーツネットワーク、2009年2月27日、閲覧。httpww.cfl、サ・アーティクル、ハンドレスグレーカップカミングツートロントイン -2012、100ス、グレーカップカミングツー。 トロントイン 2012http コロンスラッシュスラッシュ www.tsn.sa スラッシュ cfl スラッシュストーリースラッシュ。id イコール378041ラフライダース2ホストザ2013グレーカップアットモザイクスタジアムハットバック 2bc102nd グレーカップアウォーデド2バンクーバー1サードグレーカップアウォーデド 2 c シティ of Winnipeg HATHTTP CFL サアーティクル中フォースグレイカッププレゼンテッドバイショーアウォーデドツートロントハット HTTP ニューススポーツロゴス .net 2016-08-03 CFL アンベイルズロゴフォーマイナス -100 ゴスグレイカップインマイナス -2017 ありがとうございます